はい、どうも、ワドツです。今日は2018年12月の18日、20時57分です。よろしくお願いします。音声と映像問題なかったら教えてください。音声映像問題ないですか？皆さん。声大丈夫？聞こえてる？音声映像問題ないですか？問題ない。了解です。はーい。問題ない。了解。さて、じゃあやってきますか。頑張りますか。どうしようかな。とりあえずね、何人電話かかってくるのかだね。エキストラ募集だね、出演者。突かかってくるかな。難しいよな。こんばんは、ゆうたん。こんばんは。いや、誰にもオファーしてないよ。だから待ってる。お前人の話全然聞いてねえな。全然誰にもオファーかけてない。今決まってんの、海宝、トムソーヤ、池上、ボン、中西マン、エルピで終わってる。ハマる役がいないんだよね。で、サプリくんに連絡取りたいんだけど、サプリくんの連絡先がわかんないね。電話大変だった。誰かいるかな。どうしよう。辰彦は？辰彦どう？スーツの中年男。辰彦どう？ダメかな？辰彦いいんじゃないの？ねえ。辰彦聞いてみようか。電話してみっか。寝ねえか。仕事かな。これさ、BGM 聞こえてんの？リスナーさん、これ BGM 聞こえてる？音響どうなってんのかよくわかんないんだよな。マイクこれで合ってる？合ってる？
BGM 流れてんのかな？ BGM 聞こえない？マイクはこれで合ってる？これで合ってるよね。BGM 弱い。なんでだろう。これでどう？これで聞こえる？なんだろうな。音が小さくなるんだよな。はい、お帰り。まあいいや、BGM は。全然コラボ上がってこないな。聞こえた？聞こえる？誰かいないかな。エキストラやってくれる人。誰かいないかな。難しいね。中年男なら中西マン。中西マンデブ役で配置しちゃったんだよね。さっきの役決めはエキストラでいいんだよね。派手に表に出たりした。派手にっていうか、脚本通りだね。脚本通り。さっき言った脚本通り。派手にっていうか、もろ顔は出るよ。もろ顔は出るよ。セリフはない。顔は思いっきり出るよ。顔は思いっきり出る。演技が必要になるのは笑顔とムスッとした顔の2つ。笑顔とムスッとした、顔。暗い顔と笑顔の2つだけ。でも大丈夫だよ、それは。俺が笑わせるから、カメラ撮りながら。
マスクはダメ。マスクは話にならない。中西マン映画の声だけだったけどかなりうまかったよ。映画の声やってるんだ。中西マンスーツもありかもしんないよね。中西マンちょっと配役変えるかもしれない。太ってればいい役だから、炭水化物糖質は。ダメだ、全然来ないね。問い合わせが全然来ないね。これ主人公女の子の方がかっこいいと思うんだよな。これ主人公女の子で撮りたいな。俺じゃなくてさ、女の子がやったらめちゃくちゃかっこいいと思うんだよな。こんばんは。あ、アグリンから来た。こんばんは。こんばんは、和道です。音聞こえる？聞こえま聞こえすますよ。よ。よろしく。はすっぴん、今日は。い。はい。今日、いはつい、今日、いもつすっもぴすっんでぴすんですね。ね。あ、そうなんだ。はい。今日、ちょっ今日、ちょっとと髪髪切っ切ったたんんで、で。いいじゃん、いいじゃん。見てほ見てしいほなしいなと。と。いいじゃん。結構、結構、画質画悪い質です悪いね、ですね、私のス私のマスマホ。ホ。あ、でも、いや、コラボ配信こんなもんだよ。そうなんそすうなんですか。か。ただただ、ちょっとちょっと見せびら見せびからしたかくしたくて、て。上がっ上がったただだけけななんんですですけど、か。なんなんかかやってやっるんてでするんかですね。かね。今、映画の、出演者を募集する枠、やってた。わあ、なんか、コーヒーコ牛ーヒー乳と牛か乳もとからえもまらすえまか？すそか？れ。ノーギャラ、ノーギャラ。コーヒー牛乳とかない。お弁お当弁当。も。お弁当ない。何に何もになもい。ない。何にもない。低予算だから。お菓子も。賄賂、裏でね、ちょっとうまい棒2、3本は渡すかもしれないけど。いついつ頃に頃撮にるんで撮するんかでね。すかね。今ね、ブッキングをしてて、演者とスタッフさんが決まり次第もう撮るよ。なんつうの。もうこの日に撮るって決まったらすぐ撮りたい。映画の予告編なの、これ。ハワイ旅行にハワイ旅行にかかかってかっなてかっなかったたら。ら、ごめん、ちょっと何言ってるか全然わかんないんだけど、何それ。いや、旅行行くいつ行くの？から、それに引っかかっちゃう。なんか55月月のの中旬中く旬らいくにらい行こうに。って今友あー、達と言ってて。全然全然、12月とか1月とかに撮るよ。1月。じじゃあ、ゃあ、暇だ暇だし、し、出て出もていいもですいいですか？か？あ、全然。出てくれんの？何役何なんで役すなかんでね、すか一ね、一応。応。今回の役、そうだな。アグリンに、今、脚本はできてるのよ。でいいも、女アグ、の役役ととか？か、え？何？何？いや、何？いい女の役レとディー・かガないガ？んですか？何？いや、いい女の、かわいい女の人の人役のとか役なといんかですないか？ないんだよね。出てくれるんだったら、ちなみに今脚本書き換えるけど、出る？
じゃあ出出まますすけけど、ど、ありがとう。ブサイクは嫌です。いや、ブサイクは嫌じゃなくて、ブサイクだから。ちょっと違う違う。待配役で、アグリンの顔が綺麗になったり、ブスになったりするわけではないから。って。そうなんだ。ブスかどうか、顔は。ブスかどうかを決めるのは、見た人だははは。から、それはアグリンの問題だから、それは知らないよそっね。か。ちなみに、今回アグリンが出る役って、コンプレックスを抱えていて、落ち込んでいる人っていうのを探しているのよ。今回の役柄は。コンプレッコンプクレッスでクすスですか？か？そう。で、そのコンプレックスを主人公が、救ってあげるっていうショートムービーなのね。大丈夫救か？われ救るわかれるかな？な？そう。ちなみに、トム・ソーヤ池上が出演するのは、学歴社会を憎んでるの、トム・ソーヤ池上は。で、中西マンは炭水化物っていうのを憎んでる役なのね。で、エルピはビットコインを憎んでる役とか、で、いろんな人がいろんなもの、カイホーの役は非モテなのね。モテないっていうこと、そう、非モテっていうのを背負ってるんだけど、ちなみに、アグリンが世の中でもうこんなの許せないっていう社会悪だと思ってるものってなんかありますか？なんか、これなんかを、不正生受活給とか。生活保護不正受給？そうです。不正受給は嫌です。ずるしてる人は。それってさ、アグリンの、なんていうのかな、心の中の染み込んでるものではないじゃん。言ってそっる意味わかか。らん。なんかこう、社会のふわっとしたものじゃなくて、もっと背負ってるもの？もっと背負ってるもの？なんか憎んでるものっつうか。骨格と骨格とか？か？わかんない。いいと自こ分言ってる、いいとこ言ってる。の心でしょ？で、アグリンのここら役、へん。アグリンの役っていうのは、背中に張り紙を貼るのよ。そう。で、そこに、例えば、学歴社会とか、トム・ソーヤ池上は背中に学歴社会って張り紙を貼って、主人公がそれをビリビリに破いていって、笑顔になっていくっていうシーンなんだけど、アグリンが、そういう、こんなものをぶっ壊されたら最高だよっていうものを知りたい。最高だよ。なんかなこう、骨格。骨格？骨格ぐらいしかない。骨格？骨格、頬骨。頬骨が嫌なんだ。やだ、外外見。見。外見いいところ行ってきたね。なんだろうね。そう顔いうのなんて言面。葉で言うんだろう。顔面っていうか。で、要は、ブサイク。ブサイク。それをね、みんなが共感できて、同じ悩みの人が響く言葉を背負わせたいの。なんだろうな。スタイルはいいのに顔はブブススだだよよねっねってたたままにに言言わわれれる。る。そうだよね。そういうのをなんて、何、何、なんだろうな。なんて言葉にすればいいんだろう。なんて言葉にしようかな。普通に顔普通に顔面面ブブサイサクイでいいク。んじゃない？顔面顔偏面差偏値？差値。憎んでるものだよね。顔面偏差値。顔面。いいね。顔面偏差値にしようか。アグリンは背中に顔面偏差値って背負うの。ね。だって顔面偏差値、この前何点何点つつけけままししたたっっけ、け、佐佐藤藤さん。さん。37点だね、アグリンは。顔面です偏よ差値ね。は。顔面偏差値って背中に張り紙貼る役でいい？じゃあ。じゃあ、それでおそれで願お願いしいます。で、それ主人公がこう、顔面偏差値なんてこの野郎っつって、もう張り紙ビリビリにするから。OK？ OK？ わかりじまゃあ、した。顔面偏差値ね。顔面ちゃんと最初はブサイク取ってくださいよ。下差値。いや、大丈夫から。だよ。大丈夫。ありのままのアグリンを取るから。ありのままの。OK。じゃあ、それでちょっとスケジュール。俺、アグリンと LINE 交換してるから、後で送ればいいよね。わスケかりジュールまし聞いた。て。OK。じゃあ、女優デビューだね、アグリン。お願いします。よろしくお願いします。失礼します。ということで、出演者が一人決まりました。アグリンは顔面偏差値というコンプレックスを抱えている役になりました。
もしね、出演したい人いたら、ぜひ、凸上がってください。よろしくお願いします。まあ、いい感じじゃないの。いい感じじゃないの。非常に。いいね。いいよ。顔面偏差値。サービス残業の役が欲しいんだよな。サービス残業って背中に抱えてくれる人がいいんだよな。今残ってるのはスーツの中年男のサービス残業と、ホームレス風の見た目の背中に背負うのがヒルズ族。で、主婦の役で増税っていうのを背中に張り紙貼る人と、あと、大人って背中に貼る人と、あと、匿名掲示板とか。逆に、これ以外でもいいのよ。だから、出たいっていう人がいたら、その人が、こう、憎んでるものを背負ってもらうから。トイレ行ってくる。だから、まず、出たい人がいたらいいんだよ。出たい人がいたら。出たい人がいたら全然構わない。なんだろう、増税は愛子さんにやってもらいたいんだけどね。増税役は。でも、サービス残業、中年のサラリーマン、中西マンに変えようかな。そうすると、太ってる役がもう一人必要なんだよな。ヤマツさんがいいんだけど、ヤマツさん配信者ではないから、なるべく配信者とかリスナーさん出したいなぁとは思ってるね。出たいって言ってる人を出したいかな。小島グランプリは、小島グランプリがサービス残業って背負ってたらめちゃめちゃしっくりこない。小島グランプリじゃん、これ。小島グランプリじゃない、これ。サービス残業。いけるね。ちょっと小島グランプリ、小島グランプリ連絡先知ってるかな？小島グランプリ。小島グランプリ。小島グランプリ。電話してみようか。小島グランプリ絶対ハマるっしょ、これ。
出ないね。小島グランプリ出ないね。そういう感じね。小島グランプリいいよね。ヒルズ族とかも、両方ともいけんじゃん。そうだよ。小島グランプリの場合、ヒルズ族を憎む役でも、汎用性高えな。そう。このサービス残業を憎むスーツの中年男役とホームレス役のヒルズ族、両方ともいけるよ。で、今、仮になんだけど、主婦の役は愛子さんに増税を憎む役とか。そうだ、小島さんにお願いしようね。小島グランプリに。出演者っていうかね、まあ、確かにね。まあ、なんかその、巨悪と戦ってる感じがいいんだよね。巨悪と。巨悪と戦ってる。壮大なストーリーにしたいから。誰かいないかな、出たい人。もう、ブッキングが大変だよね。いや、小島さん演技めちゃめちゃうまいよ。小島さん演技めちゃくちゃうまい。全然ありだよ。ひどんなさんだったらなんだろうな。ひどんなさん出てくれっかな。ひどんな、脚本。ひどんなさんにスーツか。いやーでもそれは失礼なんじゃないの、やっぱりキャラクター壊しちゃうから。慣れない憎しみっていうか、そのね、今回のエキストラっていうのはコンプレックスとか、その、なんだろう、要は退屈な世の中ぶっ壊してやるって主人公が言って、通行人の本当の俺がやりたいシーンは、警察官とかをバットでぶん殴っていったり、なんか、そう、うだつながらね、サラリーマンとか殺していくシーンをやりたいの。だけどそれができないから、そいつらにいじめられてる人、社会にいじめられて何か負を背負ってるけど、自分が何に対して悩んでいるのかわかんない人っているじゃん。そのコンプレックスを俺が打ち破っていくっていうシーンなの。そう。ひどんなさんの場合は、そう、性差別社会とかを、で、ひどんなさんこう落ち込んでるところを俺が、うわーって言って、エルピ出るよ。エルピ出る。決まった。ありがとう。大花火ありがとう。で、うわーっつって、ビリビリに破いて、こんなもん、こんなもんっつって、その人たちが救われていくっていうシーンなの。シーンの意味合いとしては。シーンの意味合いとしては、だからコンプレックスとかを破っていくっていうシーンなの。わかる？言ってる意味。延長代ありがとう。エルピ出るよ。ちなみにエルピが背負ってるものはビットコインだから。エルピの役はビットコインっていう張り紙を背負ってる。ブッキング大変だな、これ。面白いでしょ？エルピはビットコインにやられたわけじゃん。エルピはビットコインが世の中からなくなって救われるっていう役だね。いや、よっさんサラリーマンの役ハマってない。牛丼屋でワンオペしてるトムイケとかね。
ちなみにトム・ソーヤ池上が背負う今回の役は学歴社会だ。トム・ソーヤ池上の背中には学歴社会って書いてあって、こうやって落ち込んでる通行人のシーン。だそのキャラクターに合わせてその張り紙をか変えてあげないといけないの。で、海宝が背負うのはひも手。ひも手って背中に書いてあるの。面白いでしょ。だから最初俺の構想だと10人ぐらいがコンクリート打ちっぱなしの部屋にすごいかっこいい照明を焚いてこうやって立ってるの。睨んでるの、カメラを。10人がスーパーヒーローみたいに。で、俺が、うわーって言いながら、ブワーって走っていって、そいつらをぐるんってやると、海宝の背中ぐるんってなったら、ひも手って書いてあるの。そのひも手を俺がうわーって破いていくっていう。で、破くと、海宝がうわーってすごい笑顔になっていって、もう全員と戦っていくの。こんなものーっつって破いていくの、どんどん。いやだからうだつが上がらない集団で OK なの、そのシーンは。う、うだつが上がらなくて OK のシーンの、シーン的にはね。わかる。だからその、こんな概念がなくなったら、こんな概念がなくなったらいいのにっていうのをやっていくの。あのんちゃん、筑前煮美味しかったよ。ありがとね。筑前煮めっちゃ美味しかった。俺がもしやるんだったら何か、例えば俺がその役だったら、俺が張り紙何背負うか決めようか。俺はこれだよ。背中に塾長って背負うから。俺がもし、俺がその役になるんだったら、俺は背中に塾長ってでっかく書くよ。塾長って書いてもらう。で、もうビリビリに破いてもらう。こんなものを、こんなものをっつって。そういうことね、意味合いとしては。今回の映画は、まあ、3分のショートムービーで、映画の本編の告知用の動画ですね。じゃあ、筑前には女子力高くないでしょ。撮影場所はまだ決まってない。まずは、ブッキングから。ブッキングからですね。で、撮影場所は言わない。通報入っちゃうから。絶対言わない。どうしようかな。フリーザってなんですか。すげえな、塾長っていうサムネ持ってるんだ。演者が足りないなあ。今何人決まってる？ 1、2、3、4、5、6人。6人だから、あと2人は最低欲しいし、やっぱサービス残業、ヒルズ族、増税、大人、匿名掲示板欲しいね。あ、塾長の別垢フリーザって言うんだ。知らなかったわ。へえ、知らなかった。みんな詳しいね。でも塾長来たらしいよ。俺の放送この前言われたよ。ワドン、お前この前塾長来てたのにお前スルーしてたじゃんって言われた。ヒルズ族チャンピオンはダメでしょ。だってチャンピオンはどちらかっていうとヒルズ族側の人間なんだもん。別に憎んでないでしょ。あいつ金持ってんだもん。ダメでしょ。コンプレックスを抱えてるんだから、ライデンさん。あいつヒルズ族側の人間になっちゃったんだもん。
だから別に、ヒルズ族を蹴散らしても喜ばないでしょ、別にあいつ。意味合いが変わっちゃうんだよ。ヒルズ族を憎んでる人の役を欲しいの。ヒルズ族っぽい人じゃないの。ヒルズ族なんてクソだよって言ってる人がいい。っていう雰囲気を持ってる人ね。SY か、いいね、いいね。そういうこと、そういうこと。ドレさんだったら何かな？ドレさんだったら背中に引き当てって書くかな。背中の張り紙で引き当てって書くね。これドレリスナーじゃないと伝わらないでしょ。だそういうことね。その映画のテーマとしては、ね。小島グランプリやヒルズ族でもサービス残業でも両方いけるね。パトラッシュさんはだから、パトラッシュさんだったら何だろう。うつ病とかを背負わせる。精神疾患とか、うつ病とか。いやいや、しつこいのはダメよ。みんな忙しいんだから。いやだからとにかく出てくれる人が決まらないことには撮影にならないから、どうしよう。難しいな。愛子さんが増税を背負ってたらめちゃめちゃ面白いもんね。若君。SY さんと俺つながりないもん。絡みない。一切全然絡みないから分かんない。連絡先知らない。あ、コラボできれば配信者の方がいい。どういうこと？性風俗への偏見か。それを言うん、それだったら何だろうな。何だろう。何だろうね。それをね、漢字で難すの。愛子さんにはかけてない。愛子さんが配信中だったから。愛子さんなんか荒れてるって言ったからかけなかった。ショートムービーですね。3分の映画の告知用のショートムービーを作りますね、今回。映画の告知用の部位。愛子さんは配信中だったからかけてないよ。
いや、リスナーさんでも OK ですね。リスナーさんでも配信者でも、出たいっていう人だったら全然 OK ですよ。配信者限定じゃない、全然。ただ、そのビジュアルイメージがわからないから、一応コラボ配信でどういう人なのか見て。完成した映像3分の動画なんで YouTube にアップロードするんで、もしよかったらきのこさん僕の YouTube チャンネル登録してください。アップロードしますので。今、愛子さん放送やってる？どう？愛子さんやってるね。いや、やめた方がいいよ。今、閲覧400人だから邪魔になると思う。閲覧400人だから邪魔になるね。やめた方がいい。難しいなぁ。あと何人だ？あと5人、あと4人、5人必要だな。あと4人、5人必要だね。よっさんがヒルズ族。よっさんがヒルズ族。俺だったら全勝グループって書くけどね。深夜っちょってそういうなんかコンプレックスとか持ってるのかな？深夜っちょだったら年齢って書くかな？背中に。年齢って書く。難しいね。難しいね。むずい。これは難しい。そうそう、ピーターパンだから。ピーターパンだと意味が伝わらないから、ピーターパンシンドロームって書くかな。ピーターパン症候群。まあ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 。はいはい、いってらっしゃい。早く作りてえな、これ。早く作りてえ。難しい。いや、ゼロから作るって難しいでしょう。こうやってやると。だんだん気持ちわかるでしょう。今日の枠見てると。
アイディア1個も難しいし、予算とか、その、ブッキングとか、脚本がないとブッキングできないとか、意味が分かってくるでしょ。ゼロからやってるからさ、今日1日。3分のを撮るのでこれだけ難しいんだよ。えぐいでしょ。3分の動画を撮るので、このレベルにえぐいんだよ。アキラッパか。いや、アキラッパが持ってるビジュアルイメージなんだよ、だから。だからさっきもさ、ボンのビジュアルイメージで、ボンだったらどこにするかってあるじゃん。だから、その、ビジュアルイメージってすごく大事なのよ。ビジュアルイメージ。その人が画面に映った時にどういう印象を与えるのかっていう。で、アキラッパ明らかにこわもてじゃん。うん。だから、その、そういうことよ。堀江由衣ファン？堀江由衣ファンって何？どういうこと？堀江由衣がわかんないけど。どういう意味だろう。堀江由衣ファンが何だろう。ちょっとよくわかんないな。声優さん？あ、そういう人がいるんだ。へえ。いやいや、出てくれるって言われたら、ありがたく出ていただきたいですね。むしろ出たいっていう人、出たいっていう人がいいね。だ、映画出たいって言ってくれたら、その人に合ったキャラクターをつければいいわけだから。いや、出てもらいたいですね。出てくれる人は。柊莉央ちゃんが出るんだったらヒロインだよね。完全にね。綺麗どころは出てもらえ、綺麗どころ揃えないといけないんだよ。やっぱ一人は。じゃないと映画が成立しないから、ヒロイン役は、ちょっとね、本編の方ですごい重要なんだよ。今回はいらないけど、っていうかむしろ今回は可愛い女の子が、その、主人公になってもらいたいなと思ってんだよね。できれば。可愛らしい見た目の女の子にアバターとして俺の役のアバターをやってもらいたい。な、俺が出ちゃうとどうしても俺に対するイメージがついてるから、できれば俺使いたくないのよ、自分のこと。じゃないと、その、俺に対する先入観がみんな持ってるわけじゃん。だから、そこをね、やっぱね、破るって難しいんだよね。だからね、できればその概念として見てもらいたいから、自分は出たくないんだよね。あ、わかった。いいや。今の人数で6人、ああ、でもやっぱ8人は欲しいな。後半は破るだけでいいんだ。うわうわうわっつって文字をバッパバッパ破っていくシーンで大変できるわ。だ、人数があとね、4人見つかればなんとかなる。後半は紙をビリ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 破いていけばいいんだ。そうだ。バリ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 破いてこう。主役ココア様か。ね、ココア様ね、写真撮って分かったんだけど、結構ね、キャラが強いの。ビジュアルイメージが。だから強い女とか、ヤンキーっぽい女の子だったらいいかもしんないけど、今回はね、なんか、マイルドな女の子、いや、朝比奈だとダメ。要は、強い女じゃなくて、それを絶対やらないような女の子にやってもらいたいの。要は、その、絶対そういうことやらないだろうなっていうキャラクターにやってもらいたいの。
だココア様とか朝比奈さんってプライベートでやっちゃうじゃん、それを。プライベートっていうか、そういうキャラクターじゃん。それと逆の方で行きたいね。そういうおっとりした、そのマイルドな、だからその、なんだろう、そういう発狂しないっていうキャラクター、難しいんだよこれ、頭の中のイメージって。ありがとう、アイテムありがとう、のりこバーガーありがとう。難しいよね。延長代ありがとね。どうしたらいいんだろうな。いやー大変だ。でも解放のおかげでブッキング決まりまくったからな。解放が初めて有能だったもんね。あ、ありがとう、ありがとう。解放が初めてこいつできるなってなったね。こいつできるぞ。出演者を募集してるの、今。出演者を募集してるの、キノコさん。決まってるのじゃなくて、募集をかけてるところ。まあでもこれコラボ上がってこないんじゃないの、もう。上がってくるかな。難しい。一旦この枠であれか、映画のこと一回離れようか。ちょっと疲れたわ、俺。頭痛い。一回普通の雑談しない？普通の雑談。もうあれだもんね。ないもんね。多分、凸上がってこないもんな。一旦き、ね。出たいっていう人来ないっぽいもんね、なんかね。もうちょい粘る？それとも。もうちょい粘ってみる？でも今日これで終わりにするか、締めにするか。今日何曜日だ？火曜日か。カラオケでも行く？カラオケでも行って歌うま選手権の練習する？カラオケ配信やりますか？どうしよなら、まあ年明けだろうね。取るなら年明けになるだろうね。
一旦じゃあこの枠で一回終了して、次枠開くわ。雑談枠。じゃあ一回終わりにします。お疲れ様です。次枠行きます。